らは南茨城駅付近の光景です。 JR 貨物の専用線とクロスしています。そして現在建設中の淡路駅付近の高架3層の構造の高架は模型で見てもインパクトがあります。さてこの高架の完成、生きているうちに見られるのかな。大山崎を抜けるとタイムスリップして1970年エキスポ70の頃の千里山駅へ。ホームの看板にも昭和レトロ感が溢れていました。そして京都線のハイライト区間、水瀬から関町まで新幹線と阪急電車との並走区間です。新幹線が通過するたびにワクワクします。そしてなんとドクターイエローが、もし阪急電車の車窓からドクターイエローに遭遇できたらテンション爆上がりしそうですね。満開の桜の西京極駅を出ると、今回のジオラマでも大注目の桂川橋梁へと向かいます。この桂川橋梁、個人的にも大好きな場所で、ここを通るたび松任谷由実さんの川景色や眩しい草野球の歌詞をふと思い出します。でもおなじみおばちゃんモデラーアットアコモさん、今年も制作大変だったとは思いますが、素敵な作品をありがとうございます。JR 西日本のコーナーでは、今年も人気の YouTuber しげもんさんのジオラマが展示されています。今回は紀勢本線パンダ黒潮と北陸本線のトワイライトエクスプレス、夏と冬を感じさせる2つのジオラマの共演です。メイキング動画も拝見しました。そしてジオラマとともに JR 西日本の車両、智頭急行スーパーハクトの鉄道模型も展示されていました。今年3月に開業した梅北エリアの地下ホームですが、実はまだ行けていません。とても精巧に作られたジオラマ、関西では馴染みのある、そして個人の YouTube チャンネルを持つアナウンサーさんです。その方は読売テレビの山本隆也アナウンサー。
ート1のジオラマミルーフ編、ほんの一部のみの紹介となりましたが、いかがだったでしょうか。次回のパート2は京都線と阪急の歴史を懐かしい鉄道模型や写真、資料とともにお伝えしたいと思います。そして素敵な女子鉄 YouTuber さんとの偶然の出会いも、ぜひパート2の動画もお楽しみに。またグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。